シンセサイザー。シンセサイザーは一般的には主に電子工学的手法により楽音等を合成、シンセ、サイズする楽器、ミュージックシンセサイザーの総称、電子楽器、音源と呼ばれることもある。シンセサイザーの発明はある時誰かが世界で初めて何かを発明し、その成果が後に世界中に広がったという出来事ではない。100年以上にわたる 電子楽器の歴史の中で多くの人々が試行錯誤を繰り返し、時としてほぼ同じものがあちこちで再発明されながら、技術の蓄積と概念の宣伝が進み、途中、戦争による停滞や技術者の世代交代を挟んで、1960年代以降、マイクロエレクトロニクスと共に急速な発展を遂げて、現在の形になった。 最初に登場したのは19世紀半ばに登場したミュージックテレグラフという発電機や電話を応用した機械で、次に優先音楽配信を狙ったテルハーモニウムが登場。20世紀初頭、真空管が発明され、ラジオやトーキーの実用化研究が本格化すると、ラジオ技術の一つであるヘテロダイムを応用したテルミンやトーキー技術を応用した。 アプトファナカピーパーノが登場した。遅くとも1920年代初頭には、楽器用低周波オシレータが登場し、それをリボンコントローラや鍵盤で演奏するトラウトニウムやオンドマルトノが登場した。これらの楽器は、後の改良の結果、現在ではシンセの祖先とみなされているが、登場当時は非常にシンプルで、シンセと呼べるものではなかった。 1930年代にはシンセサイザーの基本要素が出揃い、初期のシンセサイザー時代が開幕した。ただし当時のフィルターはパッシブ回路が主流でその効果は緩やかなため、1970年代アナログシンセのように強力な音作りの手段にはならず、むしろ他の補助的に使われることが多かった。この時期に登場したミニモーグのような機能と外観を持つ楽器もその一例である。 ポリフォニック楽器の分野では、当初は、方式やピックアップ方式が有力で、特にバイオン加算合成をトーンホイールで実現したハモンドオルガンは一大勢力となり、この分野で40年以上勢力を維持した。電子楽器では、分周回路とフィルターによる減算合成を組み合わせた新しい楽器が登場し、これ以降多くの電子オルガンが同方式をベースとした。 バイオン化を提供した。ただし当時のオルガンの多くが採用した全件、発音方式は、当時の実装技術では、規模が巨大化しがちなため、個々の音響合成回路はごくシンプルに抑えられ、音色表現能力は限定された。そこで高度な表現力を要するリード演奏専用に、小型の電子鍵盤楽器が登場した。これは、オルガンやピアノの鍵盤近くに設置して合奏する。 小型楽器で、その演奏スタイルは後に、電子オルガンのソロ鍵盤や、電子オルガン上に置く、プリセットシンセに発展した。この他同時期、1939年、ニューヨークワールドフェアで、母校だ、1928年通信用途で、実験開始や、鍵盤演奏型のスピーチシンセサイザー、ボダーが、一般公開された。しかし同年勃発した第二次世界大戦により、 各国は戦時体制へ移行し、母校だは軍の暗号通信装置、シグシリーに利用され、アメリカの電子楽器開発者は爆撃誘導装置や、レーダーの開発に借り出れ、ドイツの電子楽器研究拠点、ハインリッヒヘルツ研究所では、職場のユダヤ人排斥に反対したが職を追われ、そうして世界の電子楽器開発は停止した。1945年に戦争が終わると、 ドイツの電子音楽スタジオが即座に活動を再開し、またドイツで実用化されたテープレコーダーを使って音を切り張りするミュージックコンクレートがフランスに登場。現代音楽という新しいキーワードのもと、電子楽器が息吹を吹き返した。1950年前後、軍事技術だったコンピュータが世界に広がるとともに、コンピュータ音楽が登場した。当初は、 曲の自動演奏が試みられ、次に高い計算能力を活かして、確率的作曲や音響合成に応用され、1957年、マックス・マッシューズのミュージック・ N プログラムはデジタル音源とソフトウェア音源の元祖と認識されており、後にその上で FM 合成を含む多くの研究開発がなされた。同じ1957年には、シンセサイザーという名を初めて使った、 コンピュータ用音源も登場している。構成は現在のアナログシンセサイザーとほとんど同じで出力される音は初期のアナログ DTM 音源のクオリティに到達していた。1952から1958年音楽家が開発したは鍵盤の他に RA モーグ社のテルミンを流用したコントローラを装備し、後には電圧制御式 C 検査も追加された。 あとに、モーグは、クラビボックスの回路や音が60年代のモーグシンセサイザーとよく似ていたと語っている。以下要約中。詳細は、各節参照シンセサイザーを含む電子楽器の歴史は、およそ19世紀末まで遡ることができる。それ以前にも電磁気学的効果を応用した電気楽器がいくつか登場していたが、 自由な音響合成を特徴とするシンセサイザーの祖先としては19世紀末以降の下器を挙げるべきだろう。1920年代にはエレクトロニクスの発達により真空間式の電子楽器が登場した。以上の3つはしばしば一般向け解説書でシンセサイザーの先祖として言及され、中でもテルミンはアナログシンセサイザーのルーツにあたる最初期の 電子楽器とされることが多い。または、発明者の弟子オスカーザラが、精力的な改良を行い、リボンコントローラ楽器としての本質を守りながら、後にモーグシンセサイザーと、同様な機能や形に進化した。一方、日本では、1935年、ヤマハの山下聖一が、マグナオルガンを発表している。これはドイツ留学経験のある山下が、 テルミン等の電子楽器にヒントを得て開発した各種楽器音を再現可能な鍵盤楽器と伝えられているが詳細は不明である。1930年代にはすでに前述のシンプルな電子楽器が登場していたがピアノやオルガンに匹敵する本格的電子楽器の実用化は疑問視されていた。例えば1936年ミズナーはフィルターを使う減算合成も バイオンを重ねるバイオン加算合成も電子回路では機構が複雑になりすぎ実用化が難しいので生楽器の発音機構を併用した電気楽器こそ実用だとする説を発表した。しかし減算合成は1936から1937年に相次いで実用化され、またバイオン加算合成もパイプオルガンの再現目的で後に実用化された。 1936年、オスカーザラによるの改良版コンサート、トラウトニウムは、金の音を再現可能な、複オン加算合成と、ホルマントフィルターによる音作りを併用した。この楽器は、パウル・ヒンデミットのトラウトニウムと見学のための競争曲や、1940年、リハルト・シュトラウスの日本の祝典に寄せる、祝典曲の1942年、ドイツプレミア公演、 金の音の再現で使用された。1937年、ドイツのハラルトボーでは、初期のキーアサイン方式による部分ポリフォニック、シンセサイザー、ワーブホルマンとオーゲルを開発、その後約50年間にわたって、多数の発明と製品開発を継続して、モーグをはじめとするアナログシンセサイザーの歴史に大きな影響を残した。1937年頃、 アメリカのハモンドは全県発音式の原産合成ポリフォニックシンセサイザーノバコードを開発1939年に発売開始した。1台でオーケストラやバンドサウンドに匹敵する音を出せるという触れ込みの最も初期の電子楽器で1960年代まで数多くの映画、ラジオ、テレビのサウンドトラックに使用された。1940年代になると 他のメーカーも同様な方式に基づく電子オルガンを開発し発売した、なお戦争のため発売が戦後にずれた機種も多い。登場当時の電子オルガンは、電球のような形とサイズの真空管を数十百本単位で使った物量勝負の電子機器であり、真空管の特性上、その動作は必ずしも安定しているとは言えなかった。また革命家が、 自社の電子オルガンのモデルにした楽器は、教会用、パイプオルガン、アーレンオルガン、シアターオルガン、エレクトーン、ハーモニウム、リードオルガン等と明らかに差異があったが、総称的にすべて電子オルガンと呼ばれた。また電子オルガンとは別に、細かな音作りや表現が可能な小型の単音電子鍵盤楽器の系統も登場した。1952年、 アメリカの作曲家が開発したシンセサイザーは、鍵盤演奏式で、オーディオエンベロープやビブラートを装備していたほか、若きロバートモーグが製造したテルミンをコントローラに、再始、3オクターブにわたるポルタメントを実現していた。後期のモデルでは、電圧制御式 C 検査等が追加され、音程や音色の制御信号、CV を、映画フィルム上に、光学的に記録、再生できた。 あとに、ロバート・モーグは、先行したクレビバックスの回路や音が、60年代、モーグシンセサイザーと、類似していたと語った。これらの楽器は、人気オルガン奏者が、ソロフレーズに活用して一時代を築いたり、電子音楽スタジオで現代音楽の作品や、映画のサウンドトラック作成に使用され、後に登場したトランジスタ式シンセサイザーを受け入れる、音楽的土壌を育んだ。 日本では1960年前後、同様な単音楽器が電子オルガンのプロトタイプとして開発、発売された。電子オルガンに乗せて使うソロ楽器というコンセプトは ARP やモーグのプリセット申請を経て、日本の初期申請製品にも引き継がれた。1928年、ベール研究所のは通信回線多重化のための音声符号化、同副長法の研究を行い、 バンドパスフィルター方式のボコーダーの実験を開始した。この技術は1935年特許出願され、1939年、米国特許が成立、同年開催のニューヨークワールドフェアで一般公開された。また、同技術を応用した、鍵盤操作式スピーチシンセサイザーボーダー、1938年、米国特許も同時公開された。ただしこの時点では、 音楽的利用を図った形跡は見られない。そして戦争開始とともに、軍事通信への利用が最優先になり、シグシリーをはじめとする多くの軍事用音声、暗号化システムが同技術を採用した。なお、同時期には、軍事技術を民生転用して、音楽用ボコーダーとよく似た効果が得られる、別の音楽用装置が誕生している。1939年アルビノレイが開発したわ。 電子楽器というより1970年代のトーキングモジュレーターを連想させる任意の音を喋らせる装置である。この装置は軍事用喉マイクを喉スピーカーに転用し喉に当てて口を動かすとあたかも効果音や楽器音が喋っているかのような効果が得られた。そのバックスは九百四十年の,の映画やアニメ映画の動物の声、ラジオ局のジングル等に使用されており、 名称はともかくその効果と、音は一般に広く認識されている。1950年、オーストラリア最初のコンピュータシエサー MK1 上で、世界最初のコンピュータ音楽が演奏された。1957年、ベール研究所の派と呼ばれる、デジタル信号の生成、処理プログラムを開発した。これは、デジタルシンセサイザーやソフトウェア音源の元祖と言われて、おり、 その他潜在的にデジタルサンプラーの元祖でもある可能性が高い。ミュージックはその更新化を重ねてで一旦完成し、マサチューセッツ工科大のに引き継がれて、現在オープンソースのクスウンドの原型となった。1980年代アイルシムで開発された有名なグラフィカル音楽言語マックス。1990年発売はマックスマシューズの名前にちなんでいる。 1956年頃、1955年節も、ある RCA プリンストン研究所のハリー・オルソンとハーバード・ベラーが RCA マーク E サウンドシンセサイザーという真空管制でパンチテープ制御式のコンピュータ用音源を開発し、1957年に同期は設置された。歴史上、シンセサイザー、合成という単語が用いられた初めての、 音響合成機器とされており、構成図によれば、現在のアナログシンセサイザーの本要素をほぼ備え、録音によれば、初期 DTM 音源と同程度の演奏が可能だったことを確認できる。なお同期は、確率論に基づく音楽の数学的解析と音楽生成手法の研究のために開発された音源であり、音響合成の研究や楽器の確率は特に目的としていなかった。 このほか、コンピュータ連携の有無は不明だが、1955年頃、ドイツの総合電機、メーカーシーメンスが、英語で、と呼ばれる電子音響合成システム、ドイツ語名不詳を開発して、同社、シメン m a 尺ディオに設置している。これは、同社が当時制作中だったシーメンスグループの記録映画に飛び抜けた音楽をつけようと若手作曲家に依頼をし、この作曲家に、 同社研究所が協力する形で開発され、システムの構成は、戦争中の通信用母コーダを改造した、音楽用母コーダを中心に、その他の音源ソース、パルス波、ノイズ、フィルター、テープレコーダ、ミキサー等からなり、RCA の装置と同様にパンチテープによる自動制御も装備していた。システムは、同社シーメンススタジオに設置され、サウンドトラック制作に使用された後、 1960から1963年には、同期の有効活用を目的に、多数の現代作曲家が招聘された。しかしこの文化活動は、多額の費用がかかったため許容範囲を逸脱し、1963年度スタジオは、二条とされ、そこで数年間の利用の後、閉鎖された。1959から60年、ハラルト棒では、 モジュラーシンセサイザーとサウンドプロセッサーを開発し、そのコンセプトを論文で発表した。また1961年には、トランジスター技術を使ったコンパクトで、自己充足的なモジュラーシンセサイザーを、アイス論文で提案し、そのアイデアは、モーグといった初期のシンセビルダーにより、相次い実現された。1963年、アメリカのは、 おそらく世界初となる現代的なモジュラーシンセサイザー100シリーズを開発した。1964年、アメリカのロバート・モーグ博士は、テルミンのトランジスター化と RCA マーク E の改良に関する研究を通じて、楽器としての使用に至るシンセサイザーの試作を行い、モーグシンセサイザーの使用を確立した。1965年度博士によるモーグシンセサイザーは、 CM 関係者のアルウィン、ニコラや、レコードエンジニアのウォルター・カルロスに納入され、1967年には、製品版、モジュラー・シンセサイザー、モーグ・モジュラー・シンザー・サイズ・アイ・ E ・ E を発売している。なお、同時期アメリカでは、アープの前身が、電子楽器の特許出願を開始し、ロンドンでは、後のエレクトロニック・ミュージック・スタジオ創設者が、電子音楽・スタジオを、 コンピュータ制御する計画を死した。1968年、ウォルター・カルロスによるスイッチとオンバッハはアメリカコロンビアレコードよりリリースされ、全世界で累計100万枚を売り上げるヒットアルバムとなった。さらにエマーソン・レイクパーマーのキース・エマーソンをはじめ、1970年代には多くのロック系ミュージシャンに使用され、さらに富田勲のガツの光、 惑星などの作品が世界的な等をすることによって一般的にも認知される楽器となった。1970年前後には EMS、ARP、E、MU、E、MU システムズといった比較的新しいメーカーも参入した。日本では1973年3月コリグがミニコルグ700を発売、同7月ローランドがを発売。 同時期にヒルウッドもブルーコマッツ73を発売。翌1974年にはヤマハが SY-1 を発売し、70年代を代表する日本のシンセサイザーメーカーが勢揃いした。なお1970年代までのシンセサイザーは、モノフォニック、シンセと呼ばれる一音しか音の出ないタイプが主流だったが、70年代中期にヤマハやオーバーハイムが ポリフォニックシンセサイザー発売し、さらに70年代後期には、シーケンシャルサーキットが音色メモリーを搭載したプロファットマイナス5を発売、市販製品の制御部にもデジタル技術が浸透し始めた。デジタル音源の普及とともに一時期捨てられていたが、2000年代に入ってアナログシンセが見直され、各社から往年の名機の復刻や雑誌の特集でも取り上げられるなど、 一部で復活の機運が高まりつつある。前述のように母校だは1928年最初の実験が行われ、1939年一般公開された。同時公開で応用技術による鍵盤式スピーチシンセサイザーも登場したが、当時はどちらも音楽利用された形跡は見当たらず、その後母校だは軍事暗号通信に広く利用された。なお、 同時期にはが安価なノドスピーカーで喋る楽器を実現して人気を博し、1960年代のトーキング、モジュレータにつながる系譜を切り開いた。1955年シーメンスが作曲家、ヨーゼフ・アントン・リードルと共に開発したシーメンスシンセサイザーは通信用ボコーダーを改造した音楽用ボコーダーを中心に構成されたと伝えられており、実物も現存しているが、 その詳細は不明である。1969年、アメリカのは、最初の音楽用、ボコーダーファラットを自作し、自身のアルバムザ・エレクトロニック・レコード・フォー・ザ・チルドレン、1969で使用した。そしてファラットはたちまち追随者を生み出した。1970年、ウェンディ・カルロスとロバート・モーグはファラットにインスパイアされた、10バンドのボコーダー、元の名は、 スペクトラムエンコーダーでコーダーを開発した。当初は発音を区切らないと声が不明瞭だったが、後にシビランスコントローラーを追加し、通信用母コーダとは別の音楽用母コーダが確立した。以降各社から母コーダが相次いで登場し、70年代 -80 年代前半に最初の母コーダブームが到来し、2000年代にはバーチャルアナログ技術で コンパクト化された母校だが二度目のブーム巻き起こしている。前述のようにデジタル音源は1957年、マックス・マッシューズの登場以降、主に高価な大型コンピュータ上で研究が進められた。一方、同時期に誕生したマイクロエレクトロニクス技術は、1960年代の宇宙開発、軍事ニーズを背景に急速な発展を遂げ、1970年前後には、 LSI 技術の民生利用が本格化し、その中からマイクロプロセッサが誕生した。こうして1970年代には、大型コンピュータを専用ハードに置き換えた初期のデジタルシンセサイザーが登場し、一足早くデジタル音源時代が開幕した。他方、国内楽器業界は有名なデジタルオルガン特許系層の影響もあり、デジタル音源開発への取り組み全般が、 滞りがちだった。そのような中、ヤマハは早くからデジタル音源開発に取り組み、また積極的な訴訟対策を行って、1977年、同社初のデジタル系となるパス音源を発売、さらにスタンフォード大学から FM 音源のライセンスを取得して万全を期していた。また電卓戦争の覇者カシオは、1979年、 ベルシー技術を使った小型電子楽器やホームキーボードを発売し、デジタル楽器の低価格化競争の宣伝をつけた。1980年、ヤマハは FM アルゴリズムを使った画期的なデジタルキーボード GS1 を発売し、1983年には普及価格の DX シリーズを発売して、一大デジタル旋風を巻き起こした。FM 音源は、 周波数変調を用い複雑なバイオンを持った金属的な響きを特徴とし多くのミュージシャンが積極活用した。一方この時期には数多くの有名なシンセメーカーやキーボードブランド高機能低価格化の流れからるい落とされて80年代半ば頃に事業集結したり吸収合併または商標売却等の浮き目にあった。1980年代中盤には それ以外のデジタルシンセサイザーやサンプラーも普及価格で登場し、オールインワンのワークステーション機種も登場して、一般ユーザーレベルのデジタル音源時代が開始された。他方、1980年代初期に活躍したハイエンドデジタル製品は、その優位性を失い、徐々に事業を停止して、独自技術の売却や技術移転を知り、あるいは思い切った業態変更を余儀なくされた。 それまでのシンセサイザーはメーカーごとに独自の制御方式を採用していたのでシンセサイザーの相互接続には大きな壁があった。ミディは異なるメーカー間であっても複数の電子楽器を連動し演奏、操作可能にすることを目的として1981年初春シックエンシャルセルカッツ、オバーハイム、ローランドの3社で企画策定を開始した。 1981年秋には他の日本メーカーも参加して企画策定を進め、1982年ミリ基本仕様ドラフトが登場、初期製品で企画を実地検証した後、1983年見て1.0詳細仕様が正式に制定された。1990年代に入るとデジタル技術の発達により実際の楽器の音色をサンプリングした。 PCM 音源が一般的となり、昔ながらの音を合成する楽器というニュアンスは薄れていった。それでも、この時期にも、コルグやヤマハなどから、物理モデル音源といった新たな音源方式を採用したシンセサイザーも発売されている。1995年、クラビア DMA が DSP によるバーチャルアナログシンセを発売すると、効果で、 不安定なビンテージシンセに変わる新しい楽器として注目を集め、革命家も同様な製品を発売し始めた。ソフトウェア音源は前述のように1957年に始まり、その後継システム上で研究開発が続けられ、1970年代末、デジタル音楽ワークステーションの形でポピュラー音楽制作現場に入り込んだ。 1980年代末から1990年代初頭には DSP 搭載の研究用ワークステーション、アイルシムカードを搭載した NEXT、ネクス,トスキー・インジン等や同型システム、ディジタスイン製品等で進化を続けた。そして1990年代前半、一般のパソコン上のソフトウェア音源利用が一般化し始めた。1990年代半ばには DTM 音源、 リアリティ、VSC、チミジア、各種シミュレーション音源、ラバーダック、リーバース、ユノンが実用され、また同様プラグイン企画、VST 企画、ダイレクトミュージック、ドキシー等も登場した。そして2000年代以降、高性能化したパーソナルコンピュータ上で、同環境が安価に安定して利用可能になると、それまであまりコンピュータに手を出さなかった平均的な、 音楽制作現場でも道場で動作するソフトウェア楽器を徐々に使用するようになった。なおソフトウェアシンセサイザーとは基本的にこれまでの各方式のシンセサイザーをコンピュータ上に再現したもので新しい音源方式ではない。ソフトウェアシンセサイザーではコンピュータの演算能力と記憶容量を利用し利便性の面が拡張されていることが多く使い勝手の向上をもたらしている。 現在では、コンピュータ上に、多くの音源方式がシミュレートされ、手軽に多くのタイプの音源方式に触れられることから、一時下火となっていた、アナログシンセのような音を合成して、音色を作成するような音作りにも目が向けられるようになっている。演奏では、小室哲也や朝倉大輔が対応している。加算合成、減算合成、変調合成や、サンプリング音源。 またはそれらの複合型など多数の方式が存在している。アナログシンセサイザーの時代は減算合成が主流だったが、その後ディジタル技術の発展によりサンプリングしたデータを元に音を構築する PCM 音源が主流となった。当初は特殊な電子装置やキーボード、楽器の一種として分類されていたが、その後ギター型や笛型、 打楽器型のコントローラーを備えたシンセサイザーが登場した。さらに演奏用のインターフェースを分離したシンセサイザーモジュールと呼ばれる機材も登場している。ここではシンセサイザーそのものに関する任意の業績があると評されるもののみをその業績も含めて列記している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。